ってやろう太郎です。スーパーフランコルシャンサーキットについて質問します。質問ですじゃないんだ。スーパーは F1 と24時間レースを行っていますが、スタートの位置、ピットの場所、ピットアウトが F1 と24時間レースでは全く違います。どうしてですか？これだから主催者がどっち使うかっていう鈴鹿でいうと西コースからスタートするみたいなもんですか、130の手前から。そうね、24時間レースってあれ当時 GT カーでやってるっけ、いろんな車でやってた GT3 じゃないですかね。だから F1 の時に F2 が使ってる旧パドックを使ってるってこと、24時間レース、でしょう。 F1 が使ってるパドックも使ってる、台数多いからかもしれない、ね、だから台数多いから F1 と同じところのスタートラインにするとその先にパドックがもう一個あるんで、それ塩梅良くないよね。だからその旧パドックのところをスタートラインにすればスタートラインの後ろに全部パドックが来るっていうことなんじゃない？違う。僕も正解を知ってるわけじゃないですけど、質問を聞いてこうじゃないかなと思った答えは、近い。惜しいけど違うっていう感じじゃないかなと思いました。うん、早い、うまい、安いみたいなね。早い、安い、まずいみたいな、ちょっと。台数が多いから両方のパドックとかピットガレージ使わないと足りないよねは確かだと思うんですよね。なので、ピットレーンを、要するにオールジュに向かって下っていくところのあのピットレーンも使えます。だからこっち側のスタートラインにするっていうのも一つあるけど、最悪もしそのサポートパドックのというか F1 のピットの方で足りなくても、外にテントとか作っちゃえばいいわけじゃないですか、でガラガラってレースの時だけ車来ればいいんですけど、多分24時間レースとかだと参加台数多いでしょ、多分カテゴリーが何個か分かれてて、クラスがね、で24時間レースっておそらくローリングスタートだと思うんですよ。ちょっと僕見てないから知らないけど、そうね、ウェックもそうでしょ、おそらくそうだね。だからスパってメインストレート短いんで、短い、だからあそこでローリングスタート多くの台数やろうと思うと収まらないんじゃないですか。コントロールラインから最終試験、バスストップ試験までに全部の台数収まらないとかありえるんじゃないかなと。ああ、なるほど。それかこうクラス別でちょっと間隔を空けてやるしかなくて、クラス別でやっても下手したら収まらないかもしれないですね。そんなことないか分からないけど、それぐらい短いのかな。それ、いずれにしてもだから安全性を考えると、メインストレートからローリングスタートして1コーナー急にラスルスゴーとかっていくよりは、オールージュに向かった下り坂のところでローリングスタートって言ってオールージュがーって行った方が、安全だなっていう。ああ、そうか、台数多いし、ローリングスタートっつってもそのスタートラインまでは追い抜き禁止で、その予選の順番でなんとなくじゃないのか、ちゃんと順番にね並んでるでしょ。だからやっぱストレート短いとその手前に試験があるから、そこでギャーッと詰まってぐちゃぐちゃっとなって短いストレートで隊列整え直してローリングスタートが難しいから、台数多いと余計ぐちゃぐちゃするし、なるほど、じゃないかなと思います。なんかそれっぽい。それっぽいんだけど。それと台数多くてあっちのピットまで使ってるからだと思いますけど、多分メインストレートがちゃんとしてれば、ちゃんとしてればってのもおかしいけど、問題なければ別にピット出口がだいぶ先だろうが、こっちのピットまで使ってようが向こうでスタートしても別に構わない、何でも問題もないと思うんですよね。でも単純に合流が先だよってだけなんで。旧パドックに入る入り口別ってことでしょ。多分F1 で使ってる試験のとこからガーって入って、ブーって行って、1コーナーの内側もそのままブーってゆっくり走って、もう一回そっちのサポートピットの方にも入るっていう。新しいピットレーンの前を通ってそっちに行けるってことだよね。ブーって行って。だから危ないもんね、よく考えたらね。一回出てもう一回入る。入り口が2個とかあったらね。なるほどね。じゃあ。だからピットレーンが超長いっていう、長いってことね。すごいピットロス長い。はいはいはい。ピット出口もだからオールジュの内側を通って細いとこ通って壁沿いに合流していくっていう形になる。ああ、そこだから F1 のピット使ってるチームもすぐピョコッと出るんじゃなくて、ずっと、そうしないと不公平が出るっていうね。アセットコルサコンペティツィオーネとか、
あのそういう一部のアイレーシングもそうかな、あシミュレーター、うん、はい、はそっちの旧パドックの方を使うような形のところもあるんで、そういう場合はずっとその内側ずっと走っていきますよ。そうなんだ、なっけーなと。だからウェーってもう出ちゃうんですけど、めんどくさいから、うん、じゃあそれ遊べる環境にある人がいたらやってみると、多分スパをやってみると i f o n のやつと違うって、うーん、まあ、僕ら F2 のピット見てるから、あ、ここから入ってくるんだみたいな知ってますけどね。そうなんだね、じゃあ入り口一緒なんだね。そうそうそう、一番最初に思ったらそうなの、これ2つ2箇所に入り口あったらうまいな、はい、まあ、でもあくまでもだろう仮説ってことですよね、うんうん、でもまあ別にピットどこ使ってるかあんま関係ないですからね。ああ、はい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 、アブダビだってバーレーンだってピットはメインのとことは違うとこを使ってますよね、サポートは F2 とかポルシェは。からまあメインストレートからスタートするとやっぱりちょっとコントロールラインまで短いんで、うん、ちょっと具合が悪いということなんじゃないかなと思いますけどね、台数が多ければ、うんうんうん、まあ、スタンディングスタートじゃないから。そうね、スタンディングスタートって余計収まりきらないので短い、そういうことだね。わかりません、これ正解かどうかわかりません、うん、そもそもスパ24時間を見てないから何とも言いようがないっていうね、うんうん、もしね分かる方いらっしゃったら、うん、でも多分そうなんじゃないかなと。あ、ピットだからスタート位置が違うのはそれ だろうし、ピットの場所が違うのは、うん、ピットの場所とピットアウトが違うのはまあ台数が多いからということですけど、まあ F1 の時は F2 があそこの急ピットを使ってて、うん、でもあそこも一個一個の枠すっごい狭いんですよ。狭い、小さいんだよね、うん、普通の F2 の車が入ってちょうどギリギリぐらいの、うん、ギリギリ、昔のピットなんで、うん、それが斜めにどん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 って繋がってて、そうそう、しかも斜めなんだよ。でそれでもういっぱいいっぱいって、うん、斜めの斜めなんだよね。こっちも下がっちゃってます、斜めにされてる、そうそう下がってはないですよ、あれ下がってなかったっけ、はい、斜めにレイアウトされてるだけです。でそれだと F3 は入りきらないんで、 F3 は裏のテントなんですよね。そうサポートレース、ポルシェは入るのかな、うん、まあ、でも24時間レース裏のテントってわけにいかないもんね。でも台数多いとそうなるんじゃないですかね。入りきらないと思いますけど、ね、じゃあピットロス大きくなっちゃうんだね、もし入りきらない人たちがいたら。いや、あとレースの時はテントの方まで行かないと思いますよ、もちろん、あ、どっか借りるってことね、まあ並べてとかでしょうね、うん、はい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 、俺テントだからピットイン行ってそうだけど、キャってなったら大変で、テントは行かないですよ。壊れた時だけテントに行くしかないけどね。いや、まあ行かないでしょうけど、行かないよね、うん、なんかよくほら24時間とかになると途中でね、あ、じゃあ、あ、まあそうですね、車の車大修理しなきゃとかさ、ガレージ入れるじゃん。でも F2 とか F3 とかで、あ、ちょっとピットして作業しなきゃで、うん、ピット戻らないでしょ、サポートピットには日本の F4 とかだと大変ですよ、うん、あ、そうだっけ、 B パドックとかのテントまで行かなきゃいけなくなっちゃう、そしたら普通に目のピット前で作業するじゃないですか、ピットレーンのファストレーンとかで確かになるほどね、ということで、はい、また最後ボケてしまいました、はい、まあ、よかったんじゃないですか、無理やり8分いけたんで。そうだね、はい、結果としては結果オーライということで、今回の質問ね、スーパーで不安と24時間レースの時に、スタート位置、ね、ピットレーンが違うのは何ですかっていうね、質問よかったよ、どうも、答えもどうもありがとうと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、 F1 ライフアイテムは概要欄、あらだしゃ。でもよくよく考えるとルマンってシケインシケインってあった後メインストレートから普通にスタートしてますね。あ、確かにそうだ、あれも短いわ、うん、そうだ、あれはの大丈夫なのかな、結構でもわちゃわちゃしちゃう、そうだ、何か詳しい方たりき本願ですみませんありがとうございました。